ブラッド・グレゴリー・ジー・グラーは、アメリカ合衆国カンザス州プラット郡、プラット出身の元プロ野球選手。ウトウ右打ち。愛称はユニコーン。2002年の MLB ドラフト31巡目で、オークランドアスレチックスから指名を受けたが、拒否して、ミズーリ州立大学に進学。2003年の MLB ドラフト20巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。しかし、 球威不足を理由に2004年3月28日にフィリーズを解雇され独立リーグであるノーザンリーグのシャンバーグフライヤーズに入団2004年6月16日にアスレチックスと契約2006年シーズン終了後ロンロマニック投手コーチのアドバイスでオーバースローからアンダースローへ転向2007年からはリリーフ投手として登板し2008年は 開幕をトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで迎え、5月31日にメジャーデビュー。デビュー戦以後、無失点を記録し続け、7月27日にジョージ・マッキランのメジャーデビューからの25イニング連続、無失点記録を101年ぶりに更新。8月8日にメジャー初セーブを記録。以後、クローザーとして起用されることに。 8月12日にマイク・トーレスの38イニング連続無失点の球団記録を32年ぶりに更新。このメジャーデビューからの連続無失点記録は8月14日に39.0イニングで途切れた。2009年開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは開幕直後はクローザーを務めたが、 途中から中継ぎに回り、自己最多の六十九試合に登板。二千十年は六十四試合に登板し、防御率三点二六、ホイップ一点三五と前年に続いて比較的安定した投球を見せる。予死休率は四点一5と急増し、基本類打も倍増したが、六月三十日を最後に、基本類打はなく、それまでの三十九登板での防御率は二点六六。 だった。2011年7月31日に、ブランドン・アレン、上段のルベルトとのトレードで、アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2013年12月20日、ダイヤモンドバックスと2年契約を結び、契約を延長した。2015年はクローザーを務め、66試合に、登板し、防御率1.85ホイップ0.956。 30セーブセーブ失敗はわずかに2回と安定した活躍を見せた。2016年6月23日のコロラドロッキーズ戦、前年の5月29日から続いていた連続セーブ成功記録が43で途切れた。2016年7月9日にホセ・アルモンテ、ルイス・アレハンドロ・バサベとのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した。 レッドソックス加入後は33試合に登板し、防御率1.52と素晴らしいピッチングを見せた。通年では8年連続60試合以上に登板するバッシャバブリを発揮しつつ、防御率2.254勝7敗22、セーブという好成績を残し、メジャークッシ使のリリーバーとしての実力を証明した。オフの11月3日に FA となった。 2016年12月23日、マイアミマーリンズと2年総額1600万ドルで契約を結んだ。迎えた2017年は一時期クローザーも務めたが、53試合登板と9年連続60試合以上、登板を逃し、1勝4敗10セーブ、防御率4.79と成績自体も振るわなかった。2018年7月31日に、 トミー・イベルドとのトレードでダイヤモンドバックスへ移籍した。この年は両リーグをまたいで最多となる82試合に登板した。レギュラーシーズン終了後の10月10日に現役引退を表明した。独特のアンダースローの投球フォームから比較的サイドハンドに近い高めのリリースで投じられるトップスピンのかかった85マイルパーアワー前後のシンカーが 全体の投球のうち7割程度を占めている。このシンカーでゴロを量産する投球を主体としており、ゴロの割合は通算66%と典型的なグラウンドボーラーである。一方で、最速93マイルパーワーのフォーシーム77マイルパーワー前後のチェンジアップ73マイルパーアワー前後のカーブによる空振り率も比較的高く2014年、 2016年は脱産心率7.00以上をマークしている。ありがとうございます。